た。いやー梅雨だなー。梅雨はね、洗濯物とかもよく濡れるから、やっぱね、洗濯が増えますよ。まあちょっと洗濯バサミでも使うか。あれ？ん？え？何これ？いつもでもこいつやるくてる。今日はですね、みんなよく使ってる洗濯バサミ、まあね、いろんな種類あると思うんですけど、その中で木の洗濯バサミあるじゃないですか。なんかちょっと両方ともなんかストレートな感じのかっこいいやつ。それで今回はですね、鉄砲が作れるということで作ってみました。それがこちらです。ドドン。はい、こんな感じなんですけど、ほぼ 100% あ、まあ 100% とは言えないけど、この削った部分以外はもうほぼ、ゴミが全然出てません。 98% ぐらい使ってます。洗濯わさびの要素をね。でですね、こちらファン、まあ、ここに穴があるんですけど、何を打つのかっていうと、こちらのみんな大好き爪楊枝を打ちます。こちらの爪楊枝打っていくんですけど、まずこの先端の穴あるじゃないですか。おっと危ない。その前にですね、ここをコッキングというか、こんな感じでここに入れます。ここのさっきやった針金をね、ここをこのようにパチンと入れてロックします。そしたらこの先端の穴にお尻を向けて入れます。するとさっきの場所にこの感じで爪楊枝が見えます。ということで、これでもう準備満タンで、セットした状態はこんな感じ。人に向けて打たないように気をつけてください。この、先っぽがもうストレートピュンと飛びますから。それではいきます。ちょっとピンとこっち、こんぐらいがいいかな。いきます。3、2、1、発射。おーい、来たね。まあ原理としては、ここのここの針金のところが勢いよくパチンと当たるんですよ。わかるかな。これが押されると、ほらこんな感じで勢いよくやるので、そのそれに押されて弾かれてピューンって飛ぶ感じですね。それでは早速ね、こいつ打っていきましょう。ターゲット確認、ジャージャービンクス。打ちます。セット。弾を出していきます。3、2、1、発射。いけ。くそ、もう一発。当たるまでやめないぞ。おっとっとっと、3、2、1、発射。ドン。くそ、マジで狙いに行きます。せーの、ドン。うー、当たってるのに倒れない、強いな。よし、背後を狙って頭の頭上の部分を打つ。いけ。あ、グリッつった。やべやべ。いけ。あ、いい球を見つけたぞ。今度こそ倒れさせる。ピクともしない。これは強敵だな。来た。なんか無言でやってたら来た。はい、ということで今回ですね、こちらの爪楊枝鉄砲をね、木の洗濯バサミだけで作ってみたんですけれども、結構これ簡単ですよ。でこの針金とかもね、一切曲げたりもしないし、あんまね、木も削ったりいじったりしないですけど、まあところどころ削るところはあるんですけど、そんな大幅には削んないですごい簡単だったので、皆さんもサクサクっと作ってください。でね、まあこの簡単さだったら6、7台ぐらい作れると思うんです。で、みんなでなんか射的ゲームとかね、大勢でやってみるのも楽しいんじゃないでしょうか。ということで、皆さんもぜひこちら、家庭にあるもので作れる鉄砲を作ってみてくださいね。それでは、バイバイ。バイバイ。今日の動画面白かったかな？面白かったらぜひ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。6歳で僕は毎日動画更新しているので、ぜひ見てくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。